マイクロソフトラウンドテーブルマイクロソフトラウンドテーブルはかつてマイクロソフトが販売していたマイクロソフトオフィスコミュニケーションズサーバー2007やマイクロソフトオフィスライブミーティングと連携する360度カメラを備えたビデオ会議デバイスであり2007年に発売されたラウンドテーブルはリモート会議の参加者に会議テーブルの周りに座っている全員のパノラマビデオを提供した さらに、ラウンドテーブルには、会議中に発言している人物の公開像度ビデオを提供するアクティブスピーカー検出テクノロジーが実装されており、会話の流れをリアルタイムで追跡し、話者が切り替わるごとに映像も切り替える仕組みになっていた。ラウンドテーブルは、標準の PSTN スピーカーフォンとしても機能する、プラグプレイ USB デバイスであった。 ラウンドテーブルで使用された中核技術はマイクロソフトリサーチのロスカトラーらの研究者によって発明、開発された。ロスカトラーとセンティールベラタムはマイクロソフトグリーンハウスの一部としてラウンドテーブル製品グループを設立し GM ジェフファイナンが率いてこのテクノロジーを商品化した。デバイスのメインプロセッサの OS には Windows CE を採用し、 サポートする DSP チップセットでは他の OS を採用した。2009年、ラウンドテーブルデバイスはポリコムにライセンス共与され、ポリカム CX5000 としてブランド名が変更された。機能はそのままにポリコムのデバイスとして再ブランド化された。ポリコムはその後、ラウンドテーブルファミリーの製品として 1080? P 解像度のビデオをサポートする CX5100 と CX5500 の2つの新製品を発売した。CX5100 はディスプレイ、イーサネットポートは搭載されず、USB のみで繋がるデバイスとなった。CX5500 は Skype for ビジネスクライアントを実行している PC に接続すると360度カメラとして、 CX5100 のように動作するが、スタンドアロンデバイスとしても、音声 v o i p 電話として利用できる。ポリカム CX5100 を使って、Skype for b u s i ビジネスクライアントからビデオ通話で。 表示される360度のパノラマビューハット https://web.archive.org/web/200803151656477/http://www.microsoft.com/.uc/.products/.rountable.mspx8 製品情報マイクロソフト連携ビデオソリューション CX シリーズ b p c x 5 5 h p r n c e t o n .co.jp 2021年3月16日閲覧ありがとうございます。